はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はクレーヴの奥方です。フランス文学最高峰といえる一冊。昔の小説って基本的には人間の行動を描写するだけで、心はあまり描写してなかったんですよ。仮に心の動きを描写していたとしても、基本的に心の動きと行動は一致していた。しかしこのクレーヴの奥方は違います。心の内面を深く描写し、心と行動は必ずしも一致しないことを描いた、いわゆる心理小説というジャンルの先駆けとなった一冊なんです。このクレーヴの奥方は、失われた時を求めてのプルーストや、20歳で夭折した天才作家ラディゲ、そして三島由紀夫など数多くの作家に多大な影響を与えたと言われています。私も読んでみましたら、いやー、これは面白いです。舞台は17世紀フランスの宮廷。不倫や道ならぬ恋が常態化している中、一人道徳を尊び、強靭な理性を持って誘惑に耐え、夫への定説を守り続ける弱い16歳のクレーヴ夫人。そんな、ね、彼女のまっすぐな心に、感動しました。このクレーヴの奥方、1678年に書かれた作品でありながら、いまだに多くの人々に影響を与えており、フランスでは何度も様々な形で映像化されております。フランス人にとってはまさに国民的女性がこのクレーヴ夫人なんでしょう。小説としてもですね、非常に読みやすくかつ美しくまとまっている作品、海外古典文学に挑戦したいという人の一冊目にもぴったりの作品ですので、ぜひクレーヴの奥方読んでいただければと思います。と、こんな感じでこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。